USW ・ US 全米鉄鋼労働組合は2日日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手、US スチールの買収について組合員と国家の利益を危険にさらすものだと改めて反対する声明を発表しましたその上でバイデン大統領は我々の味方であるとの個人的な確信を得たとバイデン氏も労働組合の姿勢を支持しているとの見方を示しました。 US スチールが本社を置くペンシルベニア州はアメリカ大統領選の激戦州で共和党候補のトランプ前大統領も買収計画への反対姿勢を明確にしています。